特別編第1回が抜けてるけど、まあいいでしょう。まあいいでしょう。はい、ということでね、司会すごい。いいね。まあ予想以上に話が盛り上がっちゃって、ま、真面目な話というかね、サッカーの話をほとんどしてないけど、それは入れてくれと言われたので、サッカーの話が特別編ってなかなかないよ。特別編、最後の特別編にちょっと真面目、うん、真面目なね、サッカーの話をまあします。だから振り返ったら、まあ今振り返ったらちょっとね、苦しいっていうのが強いけど、まあこれ後期終わってまた振り返って、まああの前期の苦しさがあったから後期爆発できたねって言えるようにね、やっていきたいなとは思ってますけど、まあ僕もそう、この前半戦は、ああ、じゃあ俊太も振り返ってもらう、元君が言った通りっていうかね、苦しかったし、悔しかったし、うん、まあそういう前半戦でした。そう、うん、まあなんか、たくさん喋っても結果が全てだから、まあ後半戦頑張るしかないなというふうに思います。だからその中で、じゃあマーボー君、はい、まあそんな苦し、なかなか勝てないことも多かったりっていう中で、印象に残る試合、個人的なものでいいです。まあチームとしてでもいいけど、個人的にどっちも大事。まあ、まず初勝利の試合、チームとして、まあ、まず戦ホームだったし、うん、ホームで、なんかテレビ中継も入ってますみたいな時あって、それは結構覚えてるし、やっと勝てたっていうか、みんな一つになった試合から無失点で、しかも1-0で、その時の試合は結構みんな一つになれたかな。試合やったって覚えてます。とてもわかります。確かにな。エン君、俺は開幕戦かな、うん、フルス、うん、初めてのフルス戦で、もうほとんど知ってたから、対戦相手楽しかったね、やってて。初めての移籍っすよね、うん、初めての移籍、初めてのプレー戦が開幕戦だし、しかもめっちゃ燃えたし、どんな気持ちでやるんですか。あ、こいつ仲間やったのになみたいな感じ。紅白戦、あ、紅白戦に近いかもな。そのサブ組にいる気持ちみたいな。あ、サブ組にいたらさ、特徴わかるっすもんね、相手の。だし、こいつ絶対やらせないってなるじゃん、うん。もうそういう気持ちに近かったかもしれない。だからこいつら目の前で喜ばしたらマジムカつくって思いながらやってた。結局まあ負けちゃったけど、そういう気持ちでまあやってたかな。だからすごい印象に残ってる。なるほどですね。俊太はどうか。お前がやれよ。言おうかなと思ったんですけどね。お前がやれよ。言おうが一個遅かったっす。俺は、うん、でも開幕戦もそうだし、その初勝利の満戦もたくさんいいことがあるけど、まあ、別のことを言うとしたら、やっぱり初ゴール取った試合かなと、うん、やっぱプロ入って点取れてなかったし、3年間、まあ、苦しいシーズンを毎年過ごしてて、今年始まって、まあ、開幕からこう試合に絡ませてもらってる中で、できる限り早く取りたいなって思ってて、もしかしたらこう去年とかずっとやってて取れないまま、点取れないままサッカー選手終わっちゃうんじゃないかなとかもふとした時に思ったこともあったぐらいだったから、うん、取れた時はすごい嬉しいというか、ほっとした、うん、でも俺よりも多分父さんとか母さんとかは嬉しかったっていうか、まあほっとしたんじゃないかなって多分、うん、でも口には出さないけど、相当多分両親とか家族とかもいろいろ思うことがあっただろうし、心配しそうだろうし、そう、コンストレスゴールやもんな、チームの。そう、っていうのも大きかった。なんか印象に残る、なんか数字はたくさん残したいけど、まあ、記憶に残るようなプレーとか、うん、そういうものもやっぱりなんかしたいなと思いながら。残ってんじゃない？そうですね、今年の初ゴールっていうところは、うん、まあ
なんか残る個人的にすごい嬉しく嬉しいし、なんか良かったなっていうふうには思います。今で結構みんな取ってるじゃないですか。割とバランスよくね。平均的に。その中でもなんか俺取ってないなっていうやっぱあるんですよ。でもみんな取れ点取れてるのは麻婆のおかげかもしれないって思うことだけはやめな。それは違うぞ。それは違う。そう。けど俺は麻婆くんが横だったり一緒にいてくれてるから安心して攻めに行けるっていうのは、これはいい言葉。元君はそうやってやって調子こかせないようにやっぱリーダーで兄としてグッと入れてくれてるけど、俺本当に思ってる。本当に思ってます。でも俺の後ろに元君がおるから攻めに行ける。確かに守備に元君の声がと麻婆くんが声出してくれるから安心して前にプレッシャーかけに行けるし頑張れるし。そう、かつやつ前に行ける。そう。っていうのは。あるけど、みんなじゃあ気を締めていきましょうと。まあただまあでもみんな一緒って言ったじゃん、点数。うん、俺はまあそれをやっぱそうは嫌だよね。あだから飛び抜け、一人だけ抜け出したい気持ちはある。やっぱエースって言われたい。まあ、チーム得点を。チームで一番点取ってたいし、だからまあでもみんな多分ほ全選手はみんな同じ思いだと思うから。あまあ切磋琢磨かもしれないけど。そうなんだ。これやっぱ今中断期間。この後期が始まるまでのこの中断期間をどのように過ごすか、どのようなことをどのような思いで過ごしていきたいと思ってますか。後半戦を巻き返すために、うん、チーム一丸となるためにまずみんなで練習を激しく戦う姿勢を見せるっていうところを、はい、まず練習から取り組む。はい、で僕個人的にはやっぱあのシュート決めたいんで、まあ、シュート練習をどんどん増やしていきたいなと思ってます。俺はもう一緒です。シュート練習ですか。よし。で俺はチームとしてはもうマーボーが言ったような感じ、戦うとかそういうところをもう一回チームみんなで高めていけるようにやるのと、個人的にはもう絶対一回も抜かれないぐらい後期一回も抜かれない、その1対1によりこだわってやっていきたいし、そこ見てほしいなと思います。まあ前期やっていろいろ課題も出て、まあ、今後ねどういうふうに僕中村俊太がサッカー選手としてちょっと上のステージに行くためには何が必要なのかみたいのをこの中断期間で少し整理したつもりなので、まあ、自分がどういう選手になりたいかっていうものを後半戦残り半分で見せれるようにこの中断期間でそういうところの意識づけ、前半戦なかった後半戦新しく見せたいところを試合で発揮できるように練習から意識づけをすることと、まあ、それがチームの勝利に近づくと思ってるし、まあ、僕そうですね、まあ、一人一人が成長すればチームは強くなると思うんでっていうところと、まあ、怪我をしない、痛みに強くなる、すぐ痛いって言わずに頑張るってところを、まあそうですね、残り半年は意識して頑張りたいと思いますので、まあ、最後にファンサポーターの方々にメッセージを。前半戦不甲斐なかったので成績が、後半戦もう いっぱいもできないと思ってるんで、と鹿児島戦から全部勝てるように、チーム一丸となってサポーターも含め皆さんで戦いましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。